はい、ハンマクの本家のホモアキ族のハンマヨ先生です。私がね、生まれてきた時にですね、この世の中でね、最初私が生まれてきて勉強するのは、する時に人間たちに教わったのはですね、団体の脳でね、人間って非常に知恵が低いんで、一人では頭は働かないんですよ。それでね、人間から私がこの世に生まれてきた時に、私だけ能力高かったもんですから、人間から最初学ぶ時ですね、勉強する時、自分がね、人間たちだからテレパシーで仲間の団体の情報をね、集めてもらって一人から勉強を教わったんです、人間からね。で、人間では一人ではね、もう義務教育も卒業できないんですね。テレパシーでカンニングしないと誰でも卒業できないんだけど、みんなそうなんです、人間っていうのは。で、周り全部すごく低いね、頭でね。で、また非常にチャンバラが好きでね、なかなかね、自分一人で頭で考えて、やってるんだよというような嘘をよく立てついたりとかしましてね、全然頭悪いんで、団体の頭でね、テレパシーで借りて話さないと、また動かないと全然何もできないんですよ。で、そういう中で地球でね、私だけ能力高い本物貴族だと思うんですからね、私一人だけね。で、現在まで来てるわけです。今も人間はね、話したり聞いたりすることは一人でできないんです、誰一人で。非常に低いんですね、誰一人ね。で、私が生まれた時は、その人間からね、子供の時は人間から勉強を教わったんだけど、どうやって教わったかというと、私の学力が高いのでね、団体の脳をね、団体の頭をテレパシーでね、一人の人が集めて、私にその団体からの、ね、知識で私は聞いて勉強したんですね。で、何でも勉強っていうのは そういうことで、私が若い時はね、そうやって過ごしたわけですね。だから今でもね、人間のノーベル賞を取ってる人とか、博士号、今はね、博士号を取ってる人っていうのは、私の能力と比べると1000分の1以下なんですよね、知能が。総学力も低いし、どんなに頑張っても1000分の1なんですね。で、テレパシーで情報を頭のいいところから聞けば、やっぱり人間、私と対抗、同じような話ができるわけです。ノーベル賞だろうと博士号だけども、本人は分かってないんで、ね、ノーベル賞取ってる人も本人分かってないんですよ。で、そういう関係でね、どんな人間でね、頭のいい人でも、私の学力の1000分の1しかないんで、総合的にね、私の若い時から変わんないわけですね。ただ若い時はまだ人間団体とかね、いうのに追いついていかなかったんで、ね、人間団体の頭良かったもんですから、やっぱり集中、結合しますとね、一つに集まりますと頭いいですから、ね、そういうのはかなり知識持ってましたからね、自分でだけで覚えるという、人間たちにはできないんだけど、私は全員の知識を勉強してきたという。それぜひ注意していただきたいんだけども、それをね、知らない人間が多いから、頭がそこまで頭が働かない人ばっかしだからね。ということによく注意してください。で、宇宙生物がいるんで、そちらの方をまた人間話したり聞いたりしても700年後しかわからないんで、個人的にはね、団体で聞いてもね、そういうことになるんで、そういう、ね、
まあ一応宇宙生物、上の頭のいい生物が、まあ、テレパシーでつながりますから、そこら辺で情報を入れてます。今年17が来たのかね、何が来たのか、まあそんなことでね、ちょっとくたびったんでまた後で説明します。